こんにちは、しゅです。今回は体育館の天井に挟まったマッチョを助けようかなと思います。よくね、体育の授業とかで体育館行った時に天井上の方にバレーボールとか挟まってたりすると思うんだよね。で、それのなんかいい感じにゲームにしたのがこれみたいだね。私はまだやってないからわかんないんだけど、お、見て、操作説明左に書いてる W で、あ、なるほどね、移動で、マウスで視点で、スペースでズームだって。あ、なるほどね。で、上を向いて左クリックでボール投げ、下を向いて左クリックでボール拾い、 OK。 上を向いて右クリックで SP ボール投げってなんだろう、だからスペシャルボール投げみたいな感じかな。とりあえずこれで拾えばいいのかな。これを拾って、で上向いてばいいのかな。これで上見てみるよあー、なるほどね。で、あのマッチョたちは助けてあげればいいのか。え、すごい簡単そうじゃない。どれにしよう。じゃ、まずあの奥マッチョ、いやでも結構距離あるな。この落ちそうな子当ててみようか。いきまーす。はーい。ジェスティス希望すぎる希望すぎる待って、こいつに直接当ててみよう。おい、お前、うわ、当てれねえ。顔見せてごらん、顔注射注射しちゃう、きっと。え、あ、これ以上、え、すごいイケメンなんだけどえ、すごいイケメンなんだけど。まあいいや。え、結構いる。あ、でも3人しかいないのか。この子も落としてみようか。いくよー。はい。あ、すごい難しい。もしかしてこれじゃない、 SP ボール投げって右クリックの。これすごい球投げれんじゃない、もしかして。え、打ってみていい、SP ボール投げ。右クリックするよ。お前、ただなんていうの、エフェクトついただけじゃん。むず、このゲーム。さあみんな地道に、あの子もいい着地するんじゃ、頭の方に当ててみようか。お、ジェスティス、いいね。え、これ3人落とせばクリアなんじゃない、多分。いやー、みんな言っていい、もう飽きてきちゃった。さあ、この子落として終わりに。あ、待って、あれ、ボールに当てればボール落ちるんじゃない、あれ。いや、あれ落としたいな。あ、みんな見て、こっちの方が落ちそうじゃない、これ。あっち欲しいな。これ逆にどうなって挟まってんだろう。いけ、いました、来ました、来ました。お、2つある。へへへへへ、お前、消えだ、おら、やばい。いや、一回使えると消えんのか。あいつガチ頑丈。やばい。弾の数はまだあるかな。足狙おうか。ここら辺かな？はい。いやー、すごい精神力。震えてる。もう落ちてよくない？それ。どうしよう。これもノーマル玉でいけるかな？これで、いや、もうほぼ落ちてるもんな、あいつ。ズームとかしてみる？これで、はい。やっぱスペシャルボールじゃないときついのか。ちょ、みんなこの人の顔面見てみようか。ズームしてみるね。みんな、あれ、これ女性向け、え？え？あいつ、え？いや、女性向け動画と思ったら。いや、みんな、今日の私の動画、女性向け動画だね。イケメンをふんだんに味わえるみたいな。いくよ、みんな。いきます。すげえ綺麗な顔立ちじゃない？ちょ、待って。あと一人なんだよね。あいつさえ落とせれば私の勝ちなんだけど。これ落ちない？いや、これスーパーボールいるな、さすがに。あいつ頑丈すぎ。これだね。このスーパーボールもらう、私。ここもらう。はい、これ変わる。あれ？なんか私2個投げた。オッケー。終わりよ。さすがに終わり。足狙おうか。足狙って。はい、ジェスティス、やっちゃったんじゃん、これ。お前さあ、これ無限に出てくんのかよ。え、でもこれ超難しいわ。これ一応ね、チャレンジモードとかもあるんだよね。え、なんか変なのいる。ジェスティス、え、なんか変なのいる
誰君は。え、これすごい、え、なんかピエンの玉飛んでってんだけど。え、やだ。みんな見て、いい感じにみんな助けてるね。このピエンの子とか何なんだろうね。特殊演出かな。なんか見られてんだけど、校長先生に。え、みんな校長先生倒してきていい。これどうなる。あいつは無敵なんだ。おい、誰か挟まってるよ。お前何やってんだよ。おい、ほら大丈夫か。あ、じゃあ助けてあげる、君を責任持って。オッケー。さあ、めっちゃ増えてる。みんな見て、何この感動的な BGM。 みんな上にすごい出てくるよ多分。俺、あいつだ。何この部、あときは編集でつけてるわけじゃないからね。こいつ落とすと多分すげえ上に出てくるから、見て、みんな見て、マッチョ襲来の時。キモすぎ。なんかすげえこれ感動的なゲームに見えてきたね、音楽のせいで。え、なんか泣きそう。なんか部活の卒業みたいな感じになってきた時。すごい思い出が光るね。プレイ時間20分、お前は増えてる。プレイ時間20分なのに、なんか泣きそうになってきた。ここに当てるの、みんな一気に。みんな見て、99。あれ99じゃない今。お前さ、100人目のフィナーレなのに。お願い、言ってくれ。オッケー、99。これで100人目よ。これで100人目よ。粘るね、ラスト1人。これで100人だわ、き。終わりよ。100人目。なんかあんじゃないこれ、100人いったら。なにこれ。なんか今抱き合ってなかった？わずき見逃さなかったよ。さあ、君で100人目だよ。ほら、100助け、わずき。ほら、落ちてこい。いや、100人目、しぶといんだよね、みんな。違う人行こうか。この人、終わり。100人目。オッケー、来た。どうなる？あ、特になんもないんだよ。100人やっても。みんなもうめっちゃ終わりたい。めっちゃ終わりたいんだけど、見てこれ。ミッションで、これ、桜マッチョとゲーミングマッチョをクリアすると、ミッションコンプリートでエンディングが解放されるんだよね。いや、みんなエンディング見たいよね。探すか、桜マッチョとゲーミングマッチョ。ちょ、酔っちゃった。酔い止め飲んでこよう。頼む、出てくれ桜マッチョ、ゲーミングマッチョ、ガチで頼む。もう酔ってきたんだ、頼むよ。出てない、桜マッチョもゲーミングマッチョも。頼むよ、酔いが限界だよ。頼む、桜マッチョ、ゲーミングマッチョ、来てくれよ。頼むよ、会いてえお前に。出てくれよ、落ちてくれよ、来い。来てくれ桜マッチョ、ゲーミングマッチョ。疲れたよ、頼む、ガチで頼む。消えろ、来いよ桜マッチョ、ゲーミングマッチョ。お前らはいつだって俺たちが待ってるよ。お前はどけろ、そこにいるな、どけろ、来い。
ミングマッチョ、ゲーミングマッチョ、ゲーミングマッチョ。待って、あと桜マッチョだけ。ついに来た。ガチ嬉しい。え、これゲーミングマッチョだよね。玉もゲーミングになってる。頼む、あと桜マッチョだけなの。来いよ桜マッチョ、一緒に行こうぜ。いや、ゲーミングマッチョ結構いるな。これ桜マッチョ一回見ていい？桜マッチョが、いつクリアしてんの私。え、これミッションこうエンディングが解放されるよね。え、もうやめていい？みんな、いや、でもいいや、結果オーライってやつよね。え、ゲーミングマッチョ一番好きかもしれない私これ。かっこよくない？あ、桜マッチョ撮ってたんだ。あれいつ撮ったんだろう。じゃあみんなやめるよ、エンディングが見れるはずだからね。え、終わっていいのかなこれ本当に。ミッションコンプリートでエンディングが解放されます。コンプリートしてるよねこれ。戻るよ。あ、これだったんだ桜マッチョ。赤と見間違えてた。え、どうやってあれやるんだ。あ、ミッション確認。え、ミッションコンプリートでエンディングが解放されますだよね。みんな待って、これかな。これチャレンジモードで通常ボールを一度も補給せずにクリア。これチャレンジモードなんだよね。これを補給しないでいけってことか。イージーだぜ。はっ、イージーすぎるぜ。落ちやすいやつを見分けろ。さあ、だいぶ掴んできたぜ。まずルートをみんなに教えよう。まずこいつをデリート、そして次はこいつの顔面直撃、こいつをデリート、そしてこいつらは意外と勝負だぜ。つまり狙わない。そして私は次にこいつを狙いに行く。あばよマッチョ。そして次を狙うのはこいつではない、こいつだ。こういうまずやばいやつから狙っていく。それがこのドッジボールの鉄則。こいつも甘いね、筋が甘すぎるぜ。さあ、これで4ウォッチ、残りは5枚。こいつらを倒すにはこのボールを使うしかねえ。来い、ジェネシス。確かに受け取った。そして狙うべきはこいつ。一発でいけるのかチャーシュー。いや、行くしかねえ男ならよ。 OK、 6。次に狙うのはこいつ。残り4人、結構緊張してきてるぜ。こいつを狙うのはやはり頭、後頭部チャーシュー。まだ終わらないぜ、俺のターン。ドロー。あいつ後頭部を効かないということは足だな。消えな。いや、まだ俺には戦え。これを確実に落とす。あいつは捨てよ、ラストに取っといてやる。こいつはもう、いや、使おう。出し惜しみしないデュエルなんて楽しくねえよな。さあ、はあ、はあ、お前さあ、もたまねえんだってこっち。あいつは時間経過、いや、ニコドリの衆を見せてやる。ここ、あいつはなんとかしよう。時間経過で落ちることを祈ろう。ここは頭直撃。ここ、残り3体。スペシャルボールは、スペシャルボールはあそこに1個。頼む、落ちてくれ。待ってね、頼む。ありがとうよ。これで狙うべきは、あいつはもう空前の灯火。そうなるとお前だよ、アバよ。こいつ強すぎない？マジでどうすっかな。いや、いいとこまでは見えてきてるね。いいとこまでは見えてきてる、マジで。この3体以外全部落としてるから、
や、これはこれ取ってこれ頭からいこうか。いや、足からの方がいいか。オッケー、だいぶ掴んできたね。みんな見て、残り9球あったあと3人、ガチでいける、ガチでいける。拾う、足からの方がいいことが分かった。足、オッケー。いい、あと2人、あと2人、あと2人。こいつラスボスだってやつだね、さっき。こいつラスボスだから狙うはまずこいつ、こいつを足元から始末する。足元からこれで終わり、終わり。あと1体、あいつを始末するにはこのボールを落とすしかねえ。頼む、来た、ありがとうよ今まで対戦。フォンリンラブ。やはりあいつが強すぎる。みんな、あいつを倒すにはどうする。あいつだけなんだ。あと一体、足か、頼む、きたー。いや、ガチきたね。いや、ガチきた。これこれでミッションが次9万5000以上達成しよう。これやれば全部クリアする。9万5000以上。そこで、そこで、そこで行こう。横腹落とす、足元、そこで行く。みんなエンディング見たいでしょ。みんなのこのエンディングの思い、私は確かに受け取ってるよ。こいつは多分ダメだった。ここはこれ打って OK。 こいつは足元から、こいつは打って OK。 ここ OK やる、拾う。こいつさっき手間取ったから、ここはここで行っとく、行っとく。で、これは拾う。で、こいつはイージーショット。で、こいつもイージーショットで、ラスト1人どこで、これで終わり。いけ、これガチ速タイム、これやばいほど早い。来たね、みんな全クリ。エンディング見れるよみんな、マジでめっちゃ頑張った。いくよ、めっちゃ楽しみ、マジ頑張った。チキチ、いきます。はっ、え、動ける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 。何待ってんだろう。お、え、これだけ。え、まださすがにやるよ、さすがにね。私超1時間以上このゲームやってたもん。さすがにまだあるよ。ちょ、期待して待ってくわ。ちょ、水飲んでこよう。今水飲んでこいって目の前にあるんだけど。いや、水うますぎ。サビくんじゃない、みんな。サビ。あ、ゲーミングマッチョだん。あ、桜マッチョじゃん。おお、メタリックマッチョも出てきた。私はこのために頑張ってたんだね。これが見たかったんだね、あっちは。いや、そう思いたい。そうやって自分に自己暗示をかけてくね。最後なんかみんなで決めポーズみたいのないのかな。サビ入るかな。またあいつら踊りやめないんだけど、みんな。あと、お前も入れとかじゃない。お、なんかシューって右下に来たね。お前もって言ったから、シューって。そう、私も入れて。じゃあ、私も踊りを一緒に。
ああ。